どうもー、オルカはオルカ、そこにオルカ、シャッチ&オルカです。高評価、チャンネル登録お願いします。ではね、今日は最近強いと話題らしい、ノーチダスという武器をね、使っていきたいと思います。なんかこれ強いらしいね。もう環境に入ってるんだとか入ってないんだとか、俺もあんま詳しくは知らないんですけど、ノーチダスが強くて今話題らしいですね。うん。いやー、ちょっと。いやー、今ちょっと俺悪いね。トーピードがちょっと強いよね、ちょっと。相手うまいね、トーピードの使い方が。まあ、スピナー使いだからね、ノーチダス使えるかどうかって言われたらね、使えないんですけど、まあ、そんなオルカがね、どれくらいでノーチダス使って、うまくいけんのかね。いやー、仕留められないの今。射程届いてないのか今の。相手が射程、ラクトルが射程長いのかな、わかんねえ。エイムが悪いわ、ちょっと今。え、マジで？ラクトル人うまくない？うまくないか？ちょっと相手。1キルもできてないよ。射程も長い気がする、ダクト。あ、ラグいいね、しかも。よし。いや、マジか、ちゃんと当ててくるのずるすぎ。ずるすぎ。相手のラクトがますぎるな、ちょっと。どうしよう。でもさ、事前にね、ちょっと。待って。ナイス。オッケー、ナイス。これ結構、ダメ出し強いんじゃない？オッケー。よしよしよし。いいよいいよ。やっぱ残り30秒とか1分が大事。戦車つけちゃって。戦車つけれねえか。うん。上にいるな。ナイス！いいね。ピンチの相手。勝った。ナイス！さあ、一時は出たかと思ったけど。勝ったわ。やっぱ打開できたらが世界。うん。ナイス勝利。やっぱり、うん。ノーチェスが強いかどうかこれの試合では分かんなかったけど、まあこの試合はね、打開するときに打開できたのが素晴らしかったなと思います。では、最後まで見てくれてありがとうございました。では、高評価、チャンネル登録お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。